ビッテロビアンコ2年目の苗です。こちらは自根苗ですね。昨年伸びた枝はここからかなになります。非常に小さな苗だったんですけども、8月ぐらいから急激に生育が良くなりまして、ぐいぐい伸びました。こちらで二股に分けて一文字短小という形でやってます。まあ、素人なんで初めての試みですけども、生育自体は良かったんですが、9月に入ってガの幼虫イモムシが大量に湧いてしまいまして、葉っぱをかなり食べられてしまいました。こちらも水が上がってきてますね。かなり伸びたんですけども、こちらはかなり切り詰めました。切り戻しました。ただね、本当にガの幼虫、イモムシが本当に立ち悪くて、目の部分までガジガジかじられちゃいまして、今年どうなるかちょっと不安です。こちらの目も、だいぶ動き始めてますね。こちらはイモムシの被害が少なかった方の枝ですが、こちらの芽も動き始めてます。念のため芽傷を入れたんですが、そこからも水が出てますね。先端を垂らして勢いを弱めるようにしています。3月の末ぐらいから芽吹くっていうつもりでいたんですけども、今年は暖冬のせいか動きが早そうです。